でも明日は場所ないけど、本当はさ、うん、その江ノ島とか行っても海開きしてるのね、うん、うんうんうん、その江ノ島とかどうって言うとしたんだけど、暑すぎて無理、うん、そうだよね、俺も断るし、あやね聞いて江ノ島って俺無理って言うから普通紫外線痛いし紫外線痛いし、だからみんなはまだ若いから感じてない、あやね26年なんだ、分かるよ、チクチクってする紫外線チクチクする痛ち痛い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 、紫外線痛いから、お前もう26なの、もう26ガチやばい、ガチやガチガチじゃん、ガチじゃんもうガチじゃん、26ってもうガチじゃん、情けねえ、こんな26情けねえ、本当に恥ずかしいわ、26やばいね、あや23じゃん、来年次、うん、別に23ってまだ余裕っしょ、正直、まあそうだね、若いってまだ言われるね、24まで大丈夫だから、うん、25からの数字の重みって、うん、24まではなんかいろんな大人の人にも、まだ24歳、うん、若いねって言われるけど、26歳、俺最近大人の対応変わってきたから、うん、若いねじゃなくてなんか将来のこと考えてる、うわとか、 YouTube 終わった後考えてんのとか、そういう大人の話があんの、うん、でもほんと大人の話めっちゃされるから、うん、最近俺お金の話とかするじゃん、うん、なんか周りから焦らされてる、あー26になったもんね、そう30までにいろいろ準備をしないと終わるよって言われてる、うん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 、24とかまだ考えなくていいけど、25とか6は30の準備をしないといけないって、はいはいはい、だから俺最近焦っちゃってんの、あーなるほど、ね、そう、それがあるから26はマジで大人、大人ガチだから、26だから俺マジヤバいから、普通に考えて待って、もう半年、さあ、あと半年後に26歳になるから、さ、順平ってさ、すぐさ、誕生日すぐ来てもさ、うわ、もう26だって言わない、すぐ次の年言わない、めっちゃ、あー、そういうこと、25噛み締めなくない、噛み締めたことないかも、ないもんねそうだって、あやもさ、22でさ、23ってまだ言いたくないのなのに、順平は、あや23です、23の年ですって言うのね、あー22って言ってよ、キモってまあ、ちょっと言い過ぎじゃない、今日なんかすごい強いんだけど、言葉のトゲ、チクチク言葉がすごい、チクチク言葉、紫外線と一緒で、紫外線みたいなチクチク言葉でも、逆に言うと俺はその女の子とか、みんなさ、最近もうみんな若く言いたい、うん、だからさ、え、いくつですかって言ったら、うん、あ、21歳ですって言われるの、うん、で、って21歳って言われた時、俺26歳の年だから5個下かなと思う、うん、けど、蓋開けてみるとさ、あ、22歳の年です、うんうん、でまた21歳でっていう、うん、めんどくさいやん、うん、その感じ別によくね、いいんだ今の年って言おうよ、あーまあまあ、そうがいいのか、うん、そっか、じゃあ俺も25って胸張って言うわ、そうだから、あやが21の時に、うん、あやが22の年ですってずっと言われ続けてたから、なんか22歳になった時に、あ、え、まだ22かみたいな気持ちになった、じゃあお得じゃん、お得ではないではないか、うん、でも21をもっと噛み締めたいってことね、そう、その今の年を噛み締めたいのに、順平はすぐ次の年を言うから誕生日1月でみたいなちょっと遅いアピールは全力でする、まあ確かに確かに、でも実際正直もう大人になったらさ、なんとかの代みたいなやつって関係なくなってくるじゃん、うん、だって4月生まれの26歳の年の人と1月生まれの26歳の年ってさ、うん、9ヶ月も違うから、うん、相当若いじゃん、うん、9ヶ月も紫外線浴びてないじゃんまだ母体に入ってるわけでしょだから相当若いじゃん、だから俺もそう言っていこうかな、ギリギリ12月31日までギリギリまで25って言おうかな、うん、で1月が26です、うん、そういう心がけにしようかね、うん、じゃあだから今順平のこと26歳だと思ってる、次27だと思ってる人多いと思う、ああ逆にね、うん、そう言うとね、うん、なるほどね、25です、今25歳だ、おこいつ22だよ、お願いしますお願いします大人になったな、ね